皆さんこんばんは、MK です。リングフィットアドベンチャーパート18やっていきましょう。前回ワールド5をクリアしたので、今回はワールド6進めていきたいと思います。よろずやにびっくりマークが出ていますが、この子か、ドラゴ様。ねえ、さっきそこにいらっしゃったの、ドラゴ様じゃない？え、なんで君がドラゴ様って言ってるんですか？ドラゴ様？ドラゴ様はこの世を滑るパーフェクトキング。憧れない人はいない存在。なんだ？洗脳されてるのか？そしてそのドラゴ様の守護者であり、専属トレーナーのマスター4といえば、知らない人はいない有名人よ。専属トレーナーどういうこと？え、守護者？嘘、もしかしてあなた知らないの？いや、その人は知っているんですけど、え、守護者ではないと思うよ。マスター4と言ったら、足のマスター、アッシリーナ様、腕のマスター、上腕様、腹のマスター、腹筋リー様、バランスのマスター、おばわ様に決まっているじゃない。いや、そこまでは知ってるんですけど、マスター4のジムはこの先よ。恐れ多くてなかなか近づけないけど、いつかマスター4のレッスンを受けるのが私の夢なの。やばいぞ。みんな洗脳されちゃってるぞ。ドラゴのオーラの影響で、この国全体状態がおかしくなっているのかも。この先にジムがあるって言ってたし、とにかくみんなに会いに行こうですね。マジか。とんでもないことしてくれたな。そして待ってよ、この下は何なんだ？下のアイコンが気になるので、ここも行ってみましょうか。 Welcome to Battle Gym Mr. MK。 こちらではバトルエクササイズをご提供しております。心ゆくまでレッツバトル。一応じゃあやりますか。ボーナスで何かもらえるみたいですね。フィットスキルを駆使して連続バトルに勝とう。頑張っていきましょう。そんなに難しくないんじゃないかな。敵はどれぐらいいるんでしょうか。ラウンド3分の1なんで多分3体ですね。うわ、でも左右にもいるんか。じゃあとりあえず全体攻撃でいきましょう。万歳腰振りが70、ワイドスクワットが85なんで、これでいきたいと思います。足を大きく開いてリングコをまっすぐ前に向ける。スクワットきついんだよな。はい、ぐーっとキープして、戻して。ってことはだよ、こっからマスター4全員と戦うってことだとしたら結構えぐくない？待って、もう上腕とかおばばは戦ったことがあるんですけど、もう一回なんでしょうか。まあおばばは確かにペットとしか戦っていないんですけど、マジか。なんでマスター4の4人はそんな簡単に洗脳されちゃったの？まあ負けちゃったんだろうな、ドラゴに。じゃあここは私がなんとかマスター4を正気に戻すしかないですね。ちなみにこれで青ステッパは倒せそうだし、黄色ステッパも多分いけますね。だけど黄色のそのバランスがきついな。はい、ここからペースアップ、戻して、キープして、戻してキープして、よし、これで黄色ステッパ倒しました。残り1体だけど、どうしようかな。結構食らってないんだよな。待てよ、キープして戻して、 OKOK。そしたらここで腹筋ガード。待てよ、なんなら倒せる。一応今一番威力が高いのがあれか、なんだっけ、体側、なんとか体側みたいなやつ、バランスのやつですね。緑なんだよな、それが。万歳腰振りが70で、これか、ねじり体側のポーズが130。多分こっちの方が威力高いと思います。左足を前に出して、右足つま先を後ろで突き立てる。で、リングコンを胸の前で持つ。これ結構きついんだよな、いきますよ。ゆっくり左にひねる。待って、やばい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 。これね、このゆっくりっていうのがきついんですよ。はい、ゆっくり左に行って倒せるか？あ、いける気が、ごめんなさい。はい、このポーズで止まって、ゆっくり戻して、倒せるような、倒せないようなって感じですね。いや、いけるか？はい、ゆっくり戻して、このね、キープするっていうの忘れちゃうからね、よく注意されるんですが、はい、右足を前に出して、左足つま先を後ろで突き立てる。はい、じゃあここ、ゆっくり右にひねっていきます。結構きついな。待って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 、下半身がぐらつかないようにね。結構私今ぐらついちゃってるんですが、はい、右に行って、あと1回、はい、ゆっくり戻して、あと1回か。ごめんなさい、ポーズで止まれってすごい注意されるんだけど、 OK、 なんとか倒しました。はい、ラウンド3分の1クリア。残りラウンド2。これ経験値ももらえる。ダンベルガニ、うーわ、ここに残しとかよかったよ。じゃあどうしようかな。今威力が一番高いのはこれって、回復、あ、2ターンか。じゃあアームツイストいきましょう。足を肩幅に開いて、片手にリングコンを持ち、両手を上げる。多分倒せはしないと思うんですけど、半分いってほしいな。いきますよ。はいはい、タン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 、オッケー。いや、半分は無理だな、マジか。よし、頑張りましょう。はい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 、もう結構息切れしてるっていうね。ほんと毎日毎日やってるときついっすよ、これ。あ、でも半分いけるか。1、2、1、2、OK、 半分ちょいって感じかな。
で、ここでさっきのねじり体側が復活してれば確実に勝てたんですけど、これが90でしょ、ワンアイドスクワットが85、ワンチャン倒せる、いや無理か、うん、全体攻撃だからあんまり使いたくはないんですが、ここで使ってしまいましょう。ぐーっと下げてるが、普通にきついんだが。はい、戻して、あ、ぐっと出ちゃった。ぐっと出ちゃうと無理な気がするな。戻して、あれ？なんだなんだなんだ。はい、ぐーっとキープして、はい、ちゃんと深くまでやって戻して、なるほどね。なるほど。スクワットの深さが足りなかったみたいです。もうちょっと深くやっていきましょう。いや、きついんだわ、普通に。はい、上げて、倒せるか？倒したいな。はい、キープして、戻して。これどれぐらいのレベルが推奨されているんでしょうか。私今43ぐらいだったと思うんですけど、もしかしてもうちょっと低いのか、はい、さあ、もうちょっと高いのか、ここの推奨レベルが。結構きついよね。はい、ぐーっとキープして、キープして、もうどうして OK、ここからペースアップ。倒したいな。あ、やばい、グッと出ちゃった。ちゃんとペースアップだとしても手を抜かずに奥までやっていきましょう。あと3回倒せる？あー、微妙に倒せない気がする。あー、全部ベスト出したらいけたな。はい、おー、倒した。めちゃくちゃギリギリ倒した。OK。なんとかラウンド2クリア。ファイナルラウンド。4体か。マジで言ってる。じゃあ、万歳腰振り。うわ、ワイドスクワット残しとけばよかったな。そうなると。体側が1体なんで、万歳腰振りしかないですね。これで行きましょう。ホップぐらいは倒せるんじゃないか。足を肩幅に開いて、両腕を上げる。うわ、腰振りか、行きますよ。はい、はい、で、タン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 、あ、ホップは倒せるね、余裕で。で、待って、ヨガマッタ倒しておきたい。あ、いけるか？ヨガマッタとケトベルが倒せるような、倒せないようなって感じ。オッケー、ヨガマッタはいけますね。こいつ倒しただけでもかなりでかい。こっから、ケトベルは無理か。二体攻撃の攻撃あったっけな。はい、ぐーっと押し込んで、ねじり体側は一体だし、復活してるかな？ワイドスクワット。復活してないよな。やばい。一体ずつ相手しないといけないかもしれません。はい、なんとか腹筋ガードで耐えていく。そしたら、全体攻撃が一つもないんで、まあ、なんでもいいのか。じゃあ、アームツイストをどうせだったら赤でやっていきましょう。はい、片手にリングコンを持ち、両手を上げる。で、最後は、あれでいいね。モーニング、なんだっけ。はい、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 OK、OK、OK。万歳モーニングか。それで行きましょう、最後は。ぼーっとしている。ラスト1体になったのに、ぼーっとしている場合じゃないんじゃないの？はい、万歳モーニング。足を肩幅に開いて、両腕を上げる。これもなかなかきついかな。でも、2回ぐらいで多分いけると思う。キープして、戻して、OK、一発。あ、1回でもきつい。はい、フィニッシュ。なんとか勝てました。オーパール1つとお金77。いいですね。おっと、ベスト率 97%。これは OK、ランク S。いいですね。B ランク以上だったら、まあ、クリアはクリアなんですけどね。2399、めちゃくちゃ経験値もらいました。はい、で、レベル44にアップ、スキルポイントも上がってますね。おっと、何か覚えましたね。ヒップリフト。床に背中をつけて寝そべり、腰を浮かす。これにする？待てよ、これの方がいいな。前にプッシュが5個でしょ。で、これヒップリフトが6個なんで、こっちにしましょう。なんかこのハート回復系のやつ、毎回使わないで終わっちゃうね。本当は使った方がいいんですけど、コングラチュレーションズ、ありがとうございます。それ言うダンサー、お、結構上がるじゃん、攻撃力、いいね。今すぐじゃあこれ着替えましょう。でもこれだと 5% 上がる、補正は取れちゃうね。どっから行こう。上から行く？下から行く？下から行こう、こういう時は。うわ、腹筋リーダー。まさか君とこんな形で再会するなんてね。どうだい？君も偉大なるドラゴ様に忠誠を誓って僕らの仲間になるってのは。大丈夫か、腹筋リー。忠誠って僕らはドラゴを倒すために共に戦ってきたじゃないか。そうですよ。どうしちゃったんだよ、腹筋リーさん。母、わかってるさ。君がこちら側に来ないってことはね。でもそうなると、ここは通せないけどね。マジでこいつ。やる気か？やめようよ、こういう仲間で争うのはさ。できれば話し合いで解決したいところなんですが、そうもいかないみたいだ。よーし、じゃあ行きましょう。腹筋リーの元へ行こう。腹筋リーさん、誰よりも正義感が強かったのに、なんか腹筋リーさん一番戦ってないってか、一番、会ってないから、あまり私イメージないけどね。途中で私を騙したぐらいのイメージで。かつて僕は君を友と呼ぼうとしていたこともあったが、僕はドラゴ様と出会い、本当の友を見つけることができたんだ。さあ紹介するよ。これが僕のベストフレンド、腹バキーくんさ。腹バキ？腹がバキバキってこと？新しい敵なんでしょうか？うわ、出た。腹バキじゃねえじゃん。
腹ばきの話どこ行ったの？黄色鬼ステッパー。うわ、黄色きついぞ。万歳腰振りでいけるか？ちょっと待って、飲もうか。スムージー、バナナスムージーですね。これを飲みましょう。で、これで、黄色スキルの攻撃力を上げておいて、そっから、はい、万歳腰振り行こうと思います。はい、足を肩幅に開いて、両腕を上げる。この BGM アレンジかっこいいね。いきますよ。はい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 。ほい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 。倒せるか？左右ぐらいは倒したいんだけど。あ、無理っぽいな。あ、ギリギリ、ギリギリ倒したい。1、2、3、4。いけるか？ギリギリ倒したい。あ、無理だ。めっちゃギリギリ倒せない。はい、腹筋ガード、やばいぞ。みんなで攻撃してきたらまずいんだが、1体だけだな。それはよかった。黄色ステッパープラスが攻撃してきましたが、そんなのは大丈夫だ。鬼ステッパさえ来なければなんとかなる。はい、気が散っている。余裕を見せている。余裕を見せている。暇なんてあるのか。あ、待てよ、これそうだった。真ん中倒せばいいんだ。そういえばそうだそうだそうだ。今まで何を学んできたんだ私は。だったらねじり体側のポーズでいきましょう。スムージー、あ、これ書き消されちゃうな。ね、どうしようかな。全部のスキル、あー待って迷うな。これスキル色替えだけのやつ飲めばどうなるの。すべて赤色。これランダムか。あ、赤確定？その先言ってよ。まあ、しょうがないね。はい、じゃあここはねじり対策。うわ、じゃあ意味ね。変えた意味ないじゃん。じゃあ飲もうよ。いちごスムージーで攻撃力アップしましょう。だったらリンゴ飲めばよかった話なんですが。はい、ここねじり対策のポーズ行きましょう。ど真ん中鬼ステッパー倒していきます。はい、左足を前に出して、右足つま先を後ろで突き立てる。はい、で、リンゴコーン胸の前で持つ。頑張っていきましょう。はい、ゆっくり左倒せないかな、これ。無理か？いや、さすがに無理だわ。全然無理だった。はい、戻して。いや、無理だね。はい、ゆっくり左で、ちゃんと止めてから、ゆっくり戻して、ちゃんとここで止めてから、あ、ごめん、止めたよ？止めたけどね、今私。はい、ゆっくり左で、ちゃんと止めてから戻す。で、ゆっくり戻して、オッケーオッケー。これで、はい、左右入れ替え。倒せはしないな。はい、リングコーン胸の前で持って、今度は左足を後ろに出します。で、右にゆっくりひねって、で、半分は行きたい。半分は行きたい。ゆっくり戻して、半分行けるか？それすら微妙。ゆっくり右に戻して、はい、ここで固定してゆっくり戻す。ちゃんと止まるって、ちゃんと止まるっていう。お、止まったけどね。なんだなんだなんだ。はい、で、ゆっくり右。はい、で、ゆっくり戻して、ここでちゃんと止まって、OK。止まってるんだけどね。はい、腹筋ガード。はい、ここ、うわ、やばい。3人攻撃してくるよ。これ大丈夫か？いや、大丈夫だと思うけどな。3体攻撃。はい、キープして、キープして。こいつらはいいんだよ。問題は、黄色鬼ステッパーがどれぐらい食らわしてくるかなんだけど、1来るか？ 1.5 ぐらいじゃない？言っても。2とかは来ないと信じているんだが、キープして、キープして、長い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 。はい、ここバーンって言って、あー、余裕だね。オッケー。全員攻撃してきてもこんなもんだったらいけるな。そしたら次攻撃力が高いのはアームツイストだけど、うん、左右一旦倒すっていう意味ではワイドスクワット行きましょう。足を大きく開いてリングコーンをまっすぐ前に向ける。これで一旦左右倒せると思います。で、前回の赤鬼ステッパか、あの時と一緒だったら、多分ね、真ん中が残ってる限り、こいつが仲間を呼ぶんですよ。だからあんまり倒しても意味ないんだけど、うん、一旦片付けましょう。キープして、キープして、戻して。普通にきついんですけど、キープして、戻して。ただこのね、赤色補正が入ってるうちになんとかしたい。で、はい、戻して。やばい、グッとしか出なくなった。キープして、キープして、キープして、戻して。ちゃんと奥まで行きましょう。つま先をしっかり外側へ向けよう。わかりました。ぐーっと下げて、なんとか半分は行けましたね。はい、で、キープして、戻して。やばい、ベスト出し続けるのめっちゃきついんですけど。はい、で、ここ戻して。はい、ペースアップ。ペースアップしてもちゃんとベストを出しましょう。奥までちゃんとかがんで、やっていきますよ。はい、キープして、戻して、あと3回、キープして、戻して、やばいって、戻して、いくぞ、キープして、戻して、OK。やばすぎ。はい、腹筋ガード。はい、ここ、ぐっと押し込んでいきましょう。まあまあ、1体だからなんとかなるよ、これは。息を吐きながらお腹に力を入れて、はい、ぐっと力を入れて、キープして、キープして、キープして、長いんだよ、攻撃が OK。一回ほうれん草飲もう。ダメだ。情報連想スムージー飲みます。まあ、ピーチスムージーがあるから、多分やられてもなんとかなるんですけどね。そしたらここアームツイスト行きましょう。はい、足を肩幅に開いて、片手にリングコーンを持ち、両手を上げる。行きますよ。はい、はい、タン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 、タン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 。でも倒せはするな。負けることはないと思う。はい、はい、はい、はい。肩こりの防止におすすめ、わかりました。姿勢改善、肩こりの防止、まさに私のための運動ですね。はい、はい、トン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 、オッケー。
やばいな、これ強すぎない？腹筋ガード。で、これが終われば、次ねじり対策か、が復活してると思うんで、それで攻撃していきましょう。はい、ここキープして。長い。めっちゃ長いんだけど。はい、キープして、キープして、OK。やばすぎ。赤色の攻撃力が元に戻っちゃったんで、ここはこれですね。リンゴスムージー飲んでいきましょう。こういうのを積極的に使わないと多分勝てないわ。で、ねじり体側のポーズ、倒せるか、いや、微妙なラインですね。はい、左足を前に出して、右足をつま先、後ろを立てる。で、リングコーンを胸の前で持つ。OK、行きましょう。あれ？左足前。あれ、やってるけどな。OK、来た来た来た。はい、ここでゆっくり左行きます。これ止めないと怒られるからね。はい、ここで止める。たらぐーっと戻す。OK、OK。内臓の疲れを取る効果も期待できる。そうなの？内臓疲れてるかどうか全然わかんないんですけどね、自分で。内臓の疲れってなんだろう。その単語自体初めて聞いたんですが、はい、ゆっくり左。はい、で、ゆっくり戻して。うわ、これ倒せるか微妙だな。いけない気がする。はい、今度は右足を前に出して、左足を後ろで突き立てる。はい、で、今度はゆっくり右。ちゃんとこの姿勢で止まってって怒られないようにやっていきましょう。で、肘を曲げた前足の膝に引っ掛け、あーなるほどね。あーそういうこと。あ、結構深くまで行くんだね。あ、もうちょっと私体勢立ててました。もうちょっと深く、この肘を、あ、ごめんなさい。肘を前足の膝、うわ、結構遠いよそれ。え？待て待て、きついきつい。あ、これやると確かにやばいわ。はい、オッケー。なんとか腹筋ガード。いきますよ。はい、ここグッと押し込んで。で、次のアームツイストあたりで倒してな。はい、ここキープして、キープして、キープして。なんか黄色だろうが、赤だろうが、青だろうが、全部赤攻撃に変えてやっちゃってるんですが。そしたら、やばい。あ、体力少ない。ほんと？じゃあスムージー飲もう。はい、ほうれん草スムージーを飲んで回復いいですね。そしたら、あ、やべ、アームツイストが使えない。一番威力が高いの。いや、万歳モーニング倒せる、さすがに。スクワットはきつい、今。私、ちょっと今、スクワット NG で。はい、ここ、ぐーっと下げて、キープして、キープして、戻して、あ、ベース、グッドだ。あと2回ぐらいやればいけんじゃない？はい、キープして、戻して、あ、グッドだ。キープして、キープして、キープして、戻して、あ、まだか、まだか、まだか、あと1回ね。はい、キープして、キープして、戻して、OK。なんとか倒しました。強っ。バカ強えじゃん、こいつ。なんだっけ、腹ばき、腹ばきじゃないけどね。キー鬼ステッパーなんとか倒しました。これでどうだ、腹筋リー。これで正気に戻ってくれ。はい、腰を下げて、はい、行きましょう。ビクトリー。これで正気に戻って、ほんと腹筋リー。もういいって。戦うのやめよう。これは調べません。なんかこれ、スムージー足りないかな？次大丈夫かな？64エクササイズポイントもらいました。どうだ、腹筋リー。まさか、腹ばきが、この僕のベストフレンドが、腹ばきって名前じゃなかったけどね。君はあれ以降もしっかり鍛えてきたんだね。まあ、君も僕もあの時とは違うっていうことか。今回は潔く負けを認めるけど、次回はそうはいかないよ。何回やるの？もう1回でいいじゃん。まさか、腹筋リーさんまでドラゴのオーラに支配されてしまうなんて。他のみんなが心配だ。早く彼らのところへ行かないと。そうですね。じゃあ、どうしよう。下行ったから上行くか、次は。ってことは、ここは、あれじゃない？ビューティースタジオ、ここはもしかしてですよね。あら、MK じゃない。こんなところまで来る暇があるなら、スクワットでもして、大腿四頭筋や大臀筋でも鍛えていればいいのに。いや、それもよくわかんないけどね。相変わらず、ぬるいわね。アッシリーナさん、ちょっと正気に戻ってください。まだ状況が飲み込めていないみたいね。いいわ、あなたに教えてあげる。中にいらっしゃい。じゃあ、ビューティースタジオに行きましょう。やばいぞ、ここ荒れな気がする。足ばっかり鍛えられる気がする。だとしたらスクワットが多いんだろうな。はい、アッシリーナの元へ向かおう。今日ちょっと MK さん、スクワット NG で行きたいんですけど、またここかなんて思ってないよね。どういうこと？運動に近道なし。さあ、頑張って進もう。頑張りましょう。まあ確かにこういうところ多いけどね。はい、上に行って、はい、ふふ、ドラゴ様の世界へようこそ。今や私は身も心もドラゴ様のもの。ドラゴ様にあだなす者は誰であろうと踏みつぶすだけ。さあ、私の可愛いしもべちゃん、二度とドラゴ様に逆らえないようお灸を据えてあげなさい。もういいってば。なんで、何体いる今回？5体は多いよ。待って、鬼マット、なんだそれは。マットのやつが増えてるぞ。ワイドスクワットで、いや、これはね、ケトベルとかを残すか。ちょっと5体はさすがにきついから、待って、飲む？じゃあ飲みましょう。ここはブドウスムージーを、いや微妙だな、赤に変えるか。これもちょっと一旦ブドウスムージーだけ飲もう。で、これの効果が切れたら赤色に変えたいと思います。
そしたらまずはワイドスクワット行きましょう。オニマッタも攻撃していきます。はい、足を大きく開いてリング君をまっすぐ前に向ける。この大きく開くってのがきついんだって。もう今日 MK さんスクワット NG なんだって。はい、ぐーっといった。倒せるな。ホップと、なんだっけ。もう左の、あ、ステッパか。ステッパは多分倒せる。だけど、オニマッタの体力やば。あいつマジか。しかも、あれ、これってさ、自分で回復するっけ、鬼マッタって。そこ忘れちゃったんだけど、自分で自分のことを回復ってできないよね、確か。誰かの回復しかできないと思うから、左右に鬼マッタがいるよりは、ど真ん中鬼マッタの方がまだいいのか。はい、キープして、戻して、いけるぞ、いけるぞ。はい、キープして、キープして、ステッパがギリだな。いや、いけるか。はい、キープして、戻して、残り6回ベースアップ。はい、キープして、戻して、ちゃんとベストを出し続ければ、ステッパを倒せそうだ。キープして、戻して、キープして、残り3回、戻して、あ、ギリギリだな、ステッパ。どうだ、キープして、戻して、OK。なんとか倒しました。はい、腹筋ガード。何体来る ?2 体か。鬼マットは回復かな多分。いや、でも今回復するやついないぞ。はい、キープして、キープして、キープして、戻して。まあ、戻すことはないんだけど。おお、来た来た来た。鬼マットが来たぞ。キープ時間が長い。やばい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 。オッケー。なんとか守りきりました。で、ぼーっとしている。まあ、鬼マット自体の攻撃はそんなでもないから。そしたらここは、ねじり対策いくか。じゃあ、普通に。はい、じゃあ、ねじり対策のポーズ。左足を前に出して、右足を後ろに突き立てる。で、リング君を胸の前で持ついきますよ。はい、これ、今度ゆっくり左へ。これ、今日やりすぎじゃない?こんなやっていいの?一日に。めちゃくちゃ、はい、消化機能を高める効果が期待できる。そうなの?それは確かにいいかもね。はい、ぐーっと今度戻して。あ、確かに、でも結構食らってんな。ごめんなさい。はい、このポーズで止まって、はい、ゆっくり左。はい、で、止まってるんだけどね。なんか反応が悪いのかな?私の止まりが甘いのか。左右を入れ替えて、右足を前に出して、左つま先を後ろで突き立てる行きましょう。はい、ゆっくり右へ。で、ぐーっとひねって、止まってない?ぐーっと戻して、はい、ここで止まる。で、ゆっくり右、ちゃんとと、結構ちゃんと止まるね。ゆっくり戻して、ちゃんとベスト出しましょう。はい、で、止まってない?ゆっくり右行って、はい、ここ止まってるね。止まってる。オッケーオッケーオッケー。はい、で、ゆっくり戻して、オッケー。半分かな。やっとこれで半分ぐらい。よし、腹筋ガード何体いきますか?1体だ。ヨガマッタっていうか、鬼マッタ以外がいない。オッケー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 。はい、ケトベルの攻撃なんてそんなのは食らいませんよ。私は、オッケー。そしたら一回常連層スムージーで回復した方がいい気がする。チラチラ見てくる。青鬼マッタが滑り込んだ。うわ、全体回復じゃん。やば。まあでも左右は興味ないんで、そっちは無視していきましょう。そしたら常連層スムージーを飲んで回復。で、まだ青の効果残ってるよね。残ってたとしても意味ないな、これ。残り一旦で万歳モーニングが80でしょ?じゃあ、アームツイスト行きましょう。ど真ん中、青にまった狙っていきます。片手にリング君を持ち、両手を上げる。最悪あれだね、情報連想スムージーが切れたら、回復技使ってみましょう。なんかいけるとは思うんだけどね。1、2、行きますよ。上に伸び上がるように背筋を伸ばして頑張りましょう。1、2、きっつい。待って、持ってる方がきついんだ。1、2、あと3回、2、1、OK。うわ、ざんま食らってねえな。そして、はい、腹筋ガード、1体ですね。誰が来ますか、予想は右だと思ったんだけど、左でした。はい、ここのケトベルをぐーっとガードして、キープして、OK。きっつい。よし、次、はい、こいつはチラチラ見てきてるだけ。で、君は滑り込んでもあんまり意味ないよ。うん。もう回復できないから。OK。そしたら、青色スキルの攻撃力が元に戻った。じゃあ、ここでスムージーを飲みましょう。待てよ。待って、これが回復してから飲んだ方がいいかも。そう思うと、今はワイドスクワットが最高火力か。じゃあワイドスクワット、あれ?これ、こういけないの?あ、いけないのか。なるほど。じゃあ、どっち倒そう。シェルメットちょっと倒しましょうか。はい、足を大きく開いてリングコーンまっすぐ前に向ける。あ、じゃあさっきワイドスクワットやった。でも回復してなかったね。はい、キープして、キープして、ちゃんと深いところまで行って戻、あれ?深いところまで行ってから、もうどうして、オッケーオッケー。結構深いんだよね、これが。はい、キープして、戻して、キープして、キープして、きつ。はい、で、戻して。うわ、鬼マットの体力全然減らないじゃん。お前、そんな強いことある?はい、で、キープして、キープして、戻して。うわ、鬼マットやばすぎる。はい、で、戻して、シェルメット倒せるか微妙だな。倒せるかと思ったんだけど、案外いけない気がする。キープして、戻して。
うわ、いけねえか。一体ぐらい倒しておきたかったんですが、しょうがないですね。はい、ここペースアップキープして、戻して、キープして、戻して、こっからそのねじり対策とかを使って、攻撃力でなんとかダメージを与えて、鬼マッタなんとか倒しましょう。はい、キープして、戻して。もうヘトヘトなんですけど、MK さん。はい、押し込んでいきましょう、グッド。ほんとヘトヘトだよ、もう。もう赤い、鬼マッタだっけ、鬼マッタに私の体力を回復してほしいところなんですけど、こいつさっきからチラチラ見てるだけだな。ちょっと可愛いな。あんまり攻撃しないであげようか。はい、回復して。よし、じゃあ行きましょう。スムージーの、これか。リンゴスムージーで、もう一個もないですね。これが最後になります。ねじり体側のポーズいきますわ、大にまった。左足を前に出して、右足つま先を後ろで突き立てる。で、リングコーンを胸の前で持ついきますよ。はい、これぐーっと左。ゆっくりね、ゆっくりね。で、ちゃんと止める。ちゃんと止めてから戻す。背骨の柔軟性を向上させるのにもおすすめ。なるほど。結構、なんか、消化器官だったり、内臓の疲れだったり、背骨の柔軟性だったり、なかなか、あ、ごめんなさい。なかなかいろんなところを、向上させれるんですね、これは。はい、で、ゆっくり戻して、倒せはしないか。次のターンででもいけそうだね。はい、右足を前に出して、左足つま先を後ろで突き立てる。はい、で、ゆっくり右。いや、さすがに倒せる。次で倒せるでしょ、さすがに。はい、戻して、ちゃんと、止まったよ止まってないですか、私は。はい、右行って、はい、ぐっと止まってないんだ。結構長時間止まんないとダメっぽいね。はい、ぐっと止まって、はい、今度右。で、はい、ぐっと行って、今度ぐっと止まって、はい、今度左。あ、止まるね。なかなか止まる。わかりました。はい、ここ腹筋ガード。何体ですか？ 1 体だ。鬼マッタ以外の攻撃だったらいいんですが、オッケーオッケー。ケトベルは余裕。ケトベルの攻撃を余裕でキープして守っていく。オッケー。そしたら最後、いきますよ。うわ、最後まで攻撃してこなかったね。ごめんね、さっき攻撃して。ケトベルにすればよかったよ。青鬼マッタが滑り込んで、あれ？本人も回復してる？もしかして。あれ？よく見てなかった今。本人ももしかして回復してるかもしんない。足を肩まり開いて、片手にリングコを持ち、両手を上げる。これで倒せると思うけどね。いきます。はい、はい。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、いける。これはいける。さすがに倒せると思う。スムージー大活躍。行きましょう。オッケー。なんとか倒しました。で、左右もやられる。ウィン。強。マジか。うわ、こいつらまガチだな、おい。はい、45レベルに上がりました。スキルポイントなんか来ましたね。はい、ハート最大値プラス1。オッケー、これでハート6個になりました。ハートの最大値が1増えた。ありがとうございます。スキルポイントを後で使うか。じゃあやりましょう。はい、ここ、ビクトリーポーズいきますよ。腰を下げてラスト。はい、ビクトリー。もう汗だく。本当にやばい、MK さん。結構ね、このリングフィットやる前、あ、ごめんなさい、調べません。リングフィットやる前は水飲んだりした方がいいですよ、皆さんも。はい、72エクササイズポイントをゲットしました。どうですか、シリーナ様、ドラゴ様、申し訳ありません。でも、私たちの魂はもうドラゴ様のもの、私はダメだったけど、他のみんながきっとあなたを止めてくれるはず、覚悟しておきなさい。まさか、シリーナさんまでドラゴのオーラに支配されてしまうなんて、他のみんなが心配だ。早く彼らのところへ行かないと。じゃあ次回はど真ん中の女王アンとおばば倒していきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。